語ってもいいよ。全部語り合おうよ。3ぐらい返ってこなかった。別に、目余ってない。語り合うの。俺もなんかこうやってズズーの僕から話してるけどさ、うん、なんか メタ要素って当然なくなればなくなるほど強くなれるわけじゃない。まあね、7個も結構あると思うけど。そうなのよ。だからなんかあってほしいでほしいなっていう。7個さん。7個さん最初ひどかったけどな。7個ね、あの、白の時は、議論を掌握しようとするよ。あ、う、あ、ん。あの、結構中心に入りたがる。入りたがる。掌握できてるわけではないんだね。いやでもまあなんか本当に中心でこうなんかこう率先して中心で話そうとしてるとき、だいたいクルーだなーって。あんまわかんないな、ななこさん。僕もななこさんもわからん。最近は。はださんのあの誰誰どこにいたっていうのがもう、あーこれ白いなーっていうのわかっちゃいます。あーあーか。ああいうな。はださん白いなーってなっちゃう。あの私の中で最終。行ってみてくださいって言ったら、高田さんは絶対知ってる。あ、確かに確かに確かにあれ確定演出だから。確定演出激アツ。リポスターの位置を把握してて絶対に詰める時の演出だから。まだ CR 高田研修最終位置行ってみてください。ダメダメ、高田さんは信じちゃダメです。ボタン押すまや。でもなんだろう、あれはやっぱね、超絶推理で、LINE を理解、なんか LINE でここも黒だと思って生きるときはもうなんか白っぽく思っちゃう。さっきみたいな。ああ、はいはいはい。盤面&野生の嗅覚でもバキバキにここもう二郎二人街だって言い切るときの剣士は、うん、もうなんか合ってる上に、なんかめちゃめちゃクルーだって思っちゃう。確かに。でもバキバキ考察はやっぱ白くなるよね、全員。なるなるなる。バキバキに考察するとやっぱクルーっぽくなる。高田さんに限らず結構みんなそうっすね。全員そうだ。言い切ったら。竹雄とかもそうだわ。あ、竹雄さんも？竹雄バキバキ考察してるときマジでクルー。バキバキ交差してる。バキバキの竹を。なんかあの時はね、あれ出さないんですよね。わかるわかる。まあそうですよね。出しちゃったら黒が負けちゃう人口とかを提案しなきゃいけないからですよね、きっと。うん。だから、ななこさん最初ひどかったって言ったけど、治るもんなの？でもそういうの。ななこだって俺覚えてんのが、最初さ、参加した時らへんさ、バイタルかなんか見てて、はい、みんながタスクやってるのに、7個タスクゼロの時あったから、一つもやってない。ずっと見てんのね。ずっとなんか、ごちゃごちゃしてるだけで、タスクやらずにで、タスクってミニゲームじゃないのって言って。勝ち筋として考えてなかった。考えてなかった。なるほどね。かわいい。かわいいな、そいつ。自分で言うやつだよ。7個って言うんだよ。かわいいな。一個もやらない。押して、その実況者。押してな、その実況者。だってさ、謎々名館へようこそとか言っとるし、絶対クルメイトっすから。おめかんぐやったら余裕ないやろからな。確かに、インポスターでそれやってる場合じゃないか。やばすぎね、そんな。あと誰だろう。藤宮は微妙にわかんないかな、俺は。いや、宮ちゃんが一番わかんない。俺あんまりわかんない、俺。自身がマジでわかんない。オーカーフェイスなんや。やっぱ、もうあの逆にメタでレア系追っちゃう、宮ちゃんの場合は。めちゃめちゃバキバキのアドミンとかのやつ言ってても、これ嘘ついてんじゃねえかな。あ、逆に、ね。停電爆速で直すのはクルーでしかやってないっすよ、あれ。あ、そうです。自分からバラしても。これを機に変えるかもしれないね。確かにこれみんなの荒を出した。言うだけ言って次インポスター次やるんやな。そう次インポスター引いた時やりづらこの後。みんなにバレてんだろうなって思っちゃった。次インポスター引いたら謎のメーカーやるから。あ、すいません、お待たせしました。あ、申し訳ない。申し訳ない、ありがとうございます。全然。ありがとうございます。楽しかったんで。申し訳ない。確定室聞きたいな、今日は。確定室。あ、これでも、名屋だけが知らない情報が出回ってる。名屋だけが知らないぞ、これ。マジかよ。俺らだけが有利だぞ、どこにいますか。ほんまや。じゃあ、行きますかね。はい、お願いします。